令和で一番伝えたいこと。こんにちは、一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は斉藤一人1日1語366のメッセージ令和編について解説していきます。令和になってからあなたは毎日楽しく生きていますか？ワクワクしながら自分のやりたいことができていますか？この本を読めば心がリフレッシュできてパワフルになります。この本には令和に向けて斉藤ひとりさんが話した素晴らしい言葉が掲載されています。またブログで募集したひとりさんファンが選んだ名言も掲載されていました。他にも10日間ほどの募集で500件近いメールや郵便が届き、その中から120個ほどの言葉も掲載されています。この動画では斉藤ひとりさんが令和に向けたメッセージを20個お伝えします。1個目、令和時代、想像もつかないくらいいい時代になっていく。クーラーもテレビもなかった大正時代より昭和時代の方が暮らしやすかったです。戦争で辛い思いをした昭和時代よりも平和だった平成時代の方が良かったです。時代はどんどん良くなっているってことです。災害で悲しい思いをした平成よりも絶対に令和時代は良くなるはずです。あなたの想像している以上に令和は良くなります。令和時代がコロナだからといって悲観しないでください。令和時代はいい時代に必ずなります。斉藤ひとりさんが言っているので間違いないです。もっと令和時代を楽しんでください。2個目、願い事は願った瞬間に叶うものだよ。願ったらまず行動だよ。もしあなたが経済的に豊かになりたいって願えば、実はすでに叶っています。この地球っていうのは行動の星です。豊かになりたいと思ったら、豊かになるにはどうすればいいのか考えて歩き出してください。一歩踏み出せばその道ができるようになっています。願うだけで行動しないから叶わないだけです。まずは最初の一歩を踏み出してください。3個目、神様がつけた性格って直せないようになっているんです。自分の性格を直そうと試みてもほとんどの人は直せないです。それは意志が弱いからでも環境のせいでもないです。なぜ直せないのか、あなたの性格は神様がつけたものだからです。そのため直せないようになっています。あなたは自分のことがダメだ、自分のことが嫌い、そう思っているかもしれないです。しかしその性格をつけてくれたのは神様です。神様がせっかく作ってくれた性格です。あなたはあなたのままで完璧です。欠点なんかないです。このまんま一生懸命生きてください。4個目、人の恋愛や結婚に口を出してはいけない。好きなら付き合いなさい、嫌になったら別れればいいって言ってあげるだけ。家族や友人の恋愛相談を受けることってありませんか？あなたもこの人はやめた方がいい、そう言ったことってないですか？しかしそれはやめてください。人の恋愛に口出しをしてはいけないです。その人が好きだと思うなら付き合えばいいです。もう嫌だと感じれば別れればいいだけです。その人の自由にさせてください。人は好きなことをすると道が開けるようになっています。人の好きとか楽しいを邪魔しないようにしましょう。5個目、人のせいにしているから苦しいんだよ。人に影響されない生き方をすることです。誰かのせいで今の自分があると思うと人を許せなくなります。自分がこんなに貧乏なのは大学に行かせてくれなかった親のせいと思わないでください。人のせいにしないでください。自分の人生は全て自分の責任と思ってください。6個目、自分を無駄に追い込むポジティブシンキングはあなたを苦しめるだけだよ。今すぐにやめな。物事を前向きに捉えることは大事です。しかしポジティブに生きなきゃと思いすぎて自分を責めるのは良くないです。ありのままの自分を見つめ直してください。大声で嫌なことを絶叫してください。好きなことをいっぱいしてください。あなたのやりたいことを素直にやってみましょう。7個目、人生って旅路なの。旅というのはね、目的地に着くことが目的ではない。旅の最中に楽しく過ごすことが目的なんです。
目的があっても途中で変えても OK です。自分が決めたんだからやり遂げなくちゃいけない、そう思わないことです。やるって決めたのは自分です。やめるって自分で判断しても構わないです。やりたくなかったらやめてもいいです。自分を責めて苦しむ必要はないです。気楽に楽しく過ごすことが大切です。8個目、子供をコントロールしようとしても素直な子には育たない。自由にやりたいことをやらせてあげる、これだけでいいの。子供に求めてはいけないです。あれもこれもと子供に要求してもいいことはないです。そんなことをしても素直な子は育たないです。親は子供が経験していることを褒めるだけでいいです。子供が失敗してもいいです。そこから学んで立ち上がるのを信じてあげるだけでいいです。もっと子供を自由にさせてあげてください。9個目、努力と根性の時代は終わった。令和時代はアイデアとひらめき。令和時代には AI が嫌なことを引き受けてくれるようになります。そのため人間の仕事は頭脳労働がメインになってきます。頭脳労働になって必要なことは努力とか根性ではないです。あなたに必要なのはアイデアとひらめきです。これを引き寄せる人にならないといけないです。どんどんアイデアとひらめきを出していきましょう。10個目、うまくいかないときはダメな考えを打ち消すことからスタートするんだよ。ひとりさんが人は誰でも豊かになれるよと言っても、こんな風に信じない人がいます。そんなひとりさんのように簡単に豊かになれるわけがない。そういう考えだと絶対にうまくいかないです。元の考えを打ち消さないといけないです。間違った考えをやめてあなたの思いを変えることです。価値観を変えないと人生は変わらないです。考え方を変えてください。きっとうまくいく、なんとかなるって自分を信じてください。11個目、令和時代は働かないと食べていけないから、働かなくても食べていける時代になる。嘘みたいだけど、いずれは嘘じゃないってわかるはず。令和時代は昭和より平成よりもっといい時代になります。働きたい人が働いて、それだけで経済が回るようになります。年金をもらっている人、生活保護者は経済活動に参加していないと思われています。しかしそのお金で物を買って消費しています。つまり経済に貢献しています。令和時代は働く人がすごく稼いで、働かない人に回せる時代です。令和の時代はどの時代よりも素晴らしい時代ってことを覚えておいてください。12個目、令和時代必要なのは辛抱でも学歴でもない。才覚がなきゃ始まらないの。昔は辛抱すればその後にいいことがありました。例えば20年やれば店が持てました。でも今は違います。辛抱してもダメな時代が来ました。学歴の時代もありました。でも今はいい大学を出てもちょっとへんてこなことをすれば排除される時代です。21世紀はでは何の時代なのか。あなたの魂の時代です。あなたの意見をきちんと伝える時代です。それが分かれば令和時代を生き抜くことができます。意見を持ってください。自分の思いを伝える時代です。才覚に磨きをかけてください。13個目、うまくいかないのは楽しいが足らないから。もっと遊ぶんだよ。もっと好きなことをしていいんだよ。何かがうまくいかないと感じるのはあなたが楽しいことをしていないからです。娘が受験で大変、親が病気で大変そう。だからといってあなたも一緒に苦しまないでください。応援はするけど同じ気持ちになってはいけないです。あなたはあなたで楽しむことです。好きなアーティストのライブに行って楽しんだり、好きな場所へ旅行に行ってください。とにかく好きなことをしてください。ワクワクドキドキすることであなたの運は必ず良くなっていきます。14個目、迷った時は世間から知恵をいただく。世間の知恵に自分の知恵を上乗せすれば大成功できる。世間の常識に合わせればだいたい50点は取れます。悪くはないけど、もしあなたに世間以上の知恵があれば70点80点、場合によっては90点100点も夢じゃないです。世間のことをダメ出ししなくていいです。自分のわからないことや答えが出ないことは世間の常識に従ってください。そして優れたアイデアが自分にあればそれをやってみてください。15個目、貧乏は絶対に嫌だ。ひとりさんのファンが5人目の子供を産みました。
11年間ご主人だけの稼ぎで生活費をやりくりしてきました。しかし子供が増えるにつれて家計はだんだんと余裕がなくなり、ひとりさんのファンから笑顔が消えました。この時ひとりさんの言葉である貧乏は絶対に嫌だを車の中で泣き叫びました。この人は社会に戻る勇気がなかったひとりさんのファンでした。しかし働こう、豊かになりたい、私に貧乏は似合わない、そういう思いに変わりました。すぐに行動して光のスピードで仕事が決まりました。あなたもこの人のように行動してください。16個目、大人になってからの勉強は楽しいし、人生に差をつける読みたい本を読んでみよう。子供の頃勉強嫌いだと大人になってから卑屈になります。大人になってからの勉強は楽しいです。学べば学ぶほど人生に知識という差がつきます。学校ではカンニングが許されなかったです。しかし人生の学びはカンニングが OK です。知っている人から聞いてください。持っている知識を教えてください。まずはたくさんの本を読んでみることから始めてください。17個目、失敗するたびに見えない階段を上がっているんだよ。どんなことでも最初からうまくいくことなんてないです。逆上がりだっていきなりできる人なんていないです。人生にはこのように見えない階段があります。失敗しても一歩ずつあなたは上がっています。つまり99回やって100回目に成功した時は階段を100段上がっているってことです。そう思うと失敗も楽しく感じるはずです。失敗を恐れないで前進してください。18個目、逃げてもいい。ひとりさんのファンは物事から逃げちゃダメだと信じてきました。しかしひとりさんから逃げてもいいことを教わりました。ひとりさん以外このことを誰も教えてくれませんでした。ひとりさんのファンは逃げてもいいが頭の中に入っています。この言葉だけで安心して生きられます。耐えきれないことがあったら逃げてください。この言葉を聞くと安心します。いじめで悩んでいる人、職場の人間関係で悩んでいる人は逃げてください。19個目、今ここ目の前のことを一生懸命にやる。僕たちは今ここにしか生きられないです。だからこそ今目の前のことをやる、今目の前の人に親切にすることが大切です。今を変えれば過去や未来を変えることができます。今に集中することです。そして今を一生懸命生きてください。20個目、幸せの道、成功の道というのは自分が一歩足を踏み出してみないとわからない。あなたが願った時に幸せの道や成功の道は現れるようになっています。恐れずに一歩踏み出してください。ダメだったら改良してやり直せばいいだけです。一歩踏み出すことで初めて幸せの道や成功の道かどうかがわかります。まずは一歩を踏み出しましょう。この本を読んで思ったことがあります。言葉の力は素晴らしいってことです。いい言葉に触れるとやる気が出たり勇気が出たり前向きになります。僕は毎日読むことでたくさんのいい言葉に出会っています。毎日が楽しく明るくポジティブに生きることができるのは本のおかげです。暗くではなく明るくなってください。つまらないではなく楽しく生きることです。ネガティブではなくポジティブになってください。それだけで今よりも人生が楽しくなります。今年も楽しく YouTube 図書館をやっていきます。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまとめいきます。1個目、令和時代、想像もつかないぐらいいい時代になっていく。令和時代がコロナだからといって悲観しないでください。必ず令和はいい時代になります。2個目、願い事は願った瞬間に叶うものだよ。願ったらまず行動だよ。豊かになりたいと思ったら豊かになるにはどうすればいいのかを考えて歩き出してください。一歩踏み出せばその道ができるようになっています。3個目、神様がつけた性格って直せないようになっているんです。あなたの性格は神様が作ってくれました。あなたはあなたのままで完璧です。欠点なんか一切ないです。4個目、人の結婚や恋愛に口を出してはいけない。好きなら付き合いなさい、嫌になったら別れればいいって言ってあげるだけ。人は好きなことをしていると道が開けるようになっています。人の好きとか楽しいを邪魔しないようにしてください。5個目、人のせいにしているから苦しいんだよ。
人に影響されない生き方をすることです。自分がこんなに貧乏なのは大学に行かせてくれなかったら親のせい、そう思わないでください。自分の人生は自分の責任だと思ってください。6個目、自分を無駄に追い込むポジティブシンキングはあなたを苦しめるだけだよ。今すぐやめな。ありのままの自分を見つめ直すことです。大声で嫌なことを絶叫してください。7個目、人生って旅路なの。旅というのはね、目的地に着くことが目的ではない。旅の最中に楽しく過ごすことが目的なんです。8個目、子供をコントロールしようとしても素直な子には育たない。自由にやりたいことをやらせてあげる、これだけでいいの。子供に求めないでください。子供は自由にさせてあげてください。9個目、努力と根性の時代は終わった。令和時代はアイデアとひらめき。10個目、うまくいかないときはダメな考えを打ち消すことからスタートするんだよ。きっとうまくいく、なんとかなるって思ってください。11個目、令和時代は働かないと食べていけないから、働かなくても食べていける時代になる。嘘みたいだけど、いずれは嘘じゃないってわかるはず。令和は昭和平成よりももっといい時代になります。12個目、令和時代必要なのは辛抱でも学歴でもない。才覚がなきゃ始まらないの。昔は辛抱すればその後にいいことがありました。でも今は違います。辛抱してもダメな時代が来ました。自分の意見を発信して才覚を磨いてください。13個目、うまくいかないのは楽しいが足らないから。もっと遊ぶんだよ。もっと好きなことをしていいんだよ。何かがうまくいかないと感じるのは楽しいことをしていないからです。あなたが好きなことをしてください。14個目、迷った時は世間から知恵をいただく。世間の知恵に自分の知恵を上乗せすれば大成功できる。答えが出ないことは世間の常識に従ってください。15個目、貧乏は絶対に嫌だ。16個目、大人になってからの勉強は楽しいし、人生に差をつける。読みたい本を読んでみよう。大人になってからの勉強は楽しいです。まずは本をたくさん読んでください。17個目、失敗するたびに見えない階段を上がっているんだよ。どんなことでも最初からうまくいくことなんてないです。そう思うと失敗も楽しく感じるはずです。失敗を恐れないで前進してください。18個目、逃げてもいい。ひとりさんは逃げてもいいと言います。この言葉だけで安心して生きられます。耐えきれないことがあったら逃げてください。19個目、今ここ目の前のことを一生懸命にやる。僕たちは今ここにしか生きられないです。今を変えれば過去や未来を変えることができます。20個目、幸せの道、成功の道というのは自分が一歩足を踏み出してみないとわからない。幸せの道や成功の道は導くことなんてできないです。あなたが願った時にその道が現れるようになっています。まずは一歩を踏み出すことです。解説は以上です。響いた言葉があったら文章に書いたり何回も聞いてみてください。言葉には素晴らしい力があります。本を読むことでもっとたくさんのいい言葉に出会ってください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。